じゃあ今からシャンプーします。あの墓はさ、俺が守っていくってことになったからさ。ああ、そうだね。多く入らなくて人の割られだよね、うん、だってもう割られてるんさね。だっていけねえんだもん。そうだ、ね、雑用があるからさ。そうだよ、ね、なかなかいけねえんですよ。そりゃそうだよね、うん、で、そこらに兄弟がいるんです、いないんですか。ない。あの、大宮と東京だから。あ、じゃあダメだ。ダメだ。全くないです。する気にならない、来る気にならないもん。ああ。親の墓だからたまにくれるにね。そんな気持ちないですよ。ああ、そう。うん。兄貴のやるちゃんだからやればいいんだって言って、そういう感じだからさ。みんなそんなもんだよ、誰だって。ねえ。うちの方だって。うちのはね、かまねね、銀行寺の3人も土地だから頼んどくん。売ってもらうお金やって。ああ、なるほどね。うん。人も売ってくれるんですよ。あ、それはいいね。うん。うん、ほら、銀行寺にお墓あるでしょ。はい。だから、土地だから売ってもらってん。なるほど。年にいくらってやってくれるんです。はい。だけど、お寺にあるんじゃないんでしょ。はい。